赤磐市の軽部小学校に出張してきたのは2頭の子牛。岡山市のおはよう乳業が牛乳や酪農の大切さを伝えようと行ったもので、近隣の小学校と合わせて44人の児童が参加しました。めちゃくちゃ柔らかい。頑張ってるからそのいっぱい飲みたい。小さい時からこんなに大きいって、大人になったら牛乳ができるから感謝して飲みたい。児童たちは、牛は1日に30キロ、牛乳瓶で150本分の生乳を出すことや、酪農家から牧場の仕事を教わるなどして、牛乳が食卓へ届くまでの過程を学びました。酪農家さんが非常に大変な時期になっておりますので、そういったところも教育しながらですね、少しでも牛乳を飲んでいただくような機会を増やしてもらいたいなと思います。農林水産省によりますと、牛乳の消費量は減少傾向が続いていて、主催者は出張授業を通して少しでも消費拡大につながればと話しています。